江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら警告の掲示板からのご紹介でございます。警告民、大谷が警告人だったらホルホルが爆発しますか、というね、スレッドがあったんですけど、ホルホル自画自賛、それではですね、スレ主の格好を見ていきましょう。クーちゃんお願いします。大谷が警告人だったら警告野球の人気が急増し、掲示板のトラフィックが爆発したでしょうか。はい、じゃあこちらに対して警告の反応見ていきましょう。それではね、1人目、こちら。警告人の日常に支障をきたしていたでしょう。それだけ話題が飛び交いそうです。これまで見られなかったググポンの最高の味を味わったでしょう。ググポン、狂信的愛国者。もし大谷が警告人ならすでに大系民国史上最高のスポーツスターとして無条件に登場します。最も人気のあるホームラン打者たす強し速球投手の組み合わせだが、普通におかしくなりそうです。毎日成績が放送局のメインニュースで出たと思う。今どうなんですか、テレビは。テレビでも毎日大谷さんの話題やってるんでしょ、やっぱ。視聴率 50% 上昇。そこまではみんな同じニュースやるだろ。警告人のメッシが出てきたのと同じくらいですよね。ソン・フンミンも大谷にはかないません。野球は警告で一番人気のあるスポーツです。ソン・フンミンの10倍以上人気があると思います。ホームランを打てばリアルタイム字幕速報が出たでしょう。大谷は野球のゴート級選手なんだ。警告がメジャー制覇したと大騒ぎですよね。ソン・フンミンはあまり人気もない選手ですが、人気で比較できるレベルですか。日本人でさえも一部はうんざりだと苛立つほど全メディアで大谷称賛一色だというのに同じでしょう。大系民国で人気爆発です。日本でも大谷が活躍した時は必ず朝のニュースに大谷のニュースから伝えてから始める。大系民国が熱狂し大統領選挙に出馬すれば 70% で当選日本人の身分である今でもこの大騒ぎですよ。どういうこと、何が言いたいの。日本人である身分である今でも、ああ日本人なのに韓国で大騒ぎしているってことか。はい、じゃあですね、チャットの反応いきましょう。はい、夜のスポーツニュースは毎日大谷さん。おお、はい、大谷はそっとしといてくれ。気持ち悪いからマジでやめろ。またこいつらの大好きなないものねだりしだしたわ。日本人だから尊敬されてるんであって。だったら何妄想を膨らましてるんだよ。日本人なんだよ。ありえませんので考えるのは意味がありません。しっかし虚しい妄想やな。情けないと思わんのか。縁起でもないこと言うなよ。全てがうまくいくことなどないから、その世界線の警告はもうもはやソン・フンミンをないがしろにしてやがるわ。もらい。大谷さんは人間性も評価されてんだよ。まずお前らの人間性なんか評価されねえだろ。ワイドショーじゃ今日の大谷さんとかやってるよね。普通にやってるわ。お昼の TBS 系とか、わら。お前らにはフンミン兄さんがいるじゃないか。それで我慢しとけ、わら。大学受験で野球してる時間なんてなくて世に出てこなかったに決まってんだろ。警告の状況を考えたら野球なんてやっていられる学生なんていないだろ。フンミンは300試合出てるからええやんか。なかなかにすごい記録やろ。まあその試合で遠藤に抑えられてたけど、わら。ソン・フンミンと一緒にしないでくれません。少なくても警告席取るなんてことは天地ひっくり返ってもないから心配すんだ、わら。それで選挙で当選できるなんてお前らんとこってちょろいな、わらわら。寿司も刀もあげるから大谷はやめてくれ、わら。警告のプロ野球は1980年代から始まって、日本から長本とかが帰国して盛り上げたんだよ。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。